チラコイドは葉緑体の中にある。チラコイドは葉緑体やシアノバクテリア中で膜に結合した区画である。光合成の光化学反応が起こる場所である。チラコイドという言葉は脳を表すギリシャ語のシータラムダアルファカッパに由来する。チラコイドはルーメンの周りを取り巻くチラコイド膜から構成される。緑色植物の葉緑体のチラコイドは円盤状で積み重なって グラナと呼ばれる構造を成している。グラナはストロマとつながり、単一機能を持つ構造を作っている。チラコイドの構造グラナの透過型電子、顕微鏡写真チラコイドは膜と結合した構造で葉緑体のストロマに埋め込まれている。チラコイド膜は直接埋め込まれた光合成式素内で光化学反応が起こる場所である。 1ナノメートル幅の暗いバンドと明るいバンドが交互に重なった模様として見える。チラコイドの脂質二重層は幻覚生物の膜や葉緑体内膜と同じ性質を持っている。例えば、チラコイド膜やシアノバクテリア、その他の光合成細菌の膜では酸性脂質が見られ、光合成の機能的統合に関わっている。高等植物のチラコイド膜は、 主に臨脂質とガラクト脂質が非対称に配列して構成されている。チラコイド膜の脂質は、小胞体と色素体包膜の内膜の脂質線具体を交換する複雑な経路で構成され、内膜から小脳を通ってチラコイドに輸送される。チラコイドルーメンは、チラコイド膜に結合した区画である、光合成過程での光リン酸化に不可欠な役割を果たす。 高化学反応の際には、チラコイド膜を通過して、流面内にプロトンが輸送され、pH4 まで酸性化される。グラナは、チラコイドの円盤が重なった構造である。葉緑体は一つあたり10個から100個のグラナを持つ。グラナは、ラメラと呼ばれる、細長く伸びたチラコイドによって結ばれている。グラナを構成するチラコイドとストロマ内のチラコイドは、タンパク質素性によって区別できる。 グラナは葉緑体が体積に対して大きい表面積を持つのに貢献している。またチラコイドの電子断層撮影の解釈によってグラナの構造について2つのモデルが作られている。どちらもラメラはグラナの円盤の重なりと平行に交差すると仮定しているがグラナの重なりの軸と垂直に交差しているかそれとも右巻きの螺旋を描いているかについて論争がある。葉緑体は 植物が地面から発芽する際に色素体から発展してできる。チラコイドの形成には光が必要である。灰の段階で光が当たらないと色素体はプロラメラ体と呼ばれる半結晶の膜構造を持つエチオプラストになる。光に曝露されるとプロラメラ体はチラコイドになる。光の量が不十分だとチラコイドの形成に失敗し葉緑体ができずに植物は 死んでしまう。チラコイドの形成には、ベーシクル、インデューシングプロテインプラスティズ1と呼ばれる、タンパク質の働きが必要である。このタンパク質を書くと植物は生きることができず、VIP1 の発現量を減らすと光合成の能力が落ち、成長は遅く、色は薄くなる。VIP1 はチラコイド膜の形成に必要だと考えられているが、チラコイド膜上のタンパク質複合体には、 含まれていない。このタンパク質は、シアノバクテリア、クラミドモナスのような緑層、白いネナズナのような高等植物を含むチラコイドを持つすべての生物で保存されている。チラコイドは重力遠心法と分割遠心法を組み合わせることによって植物細胞から単離される。機械洗断力が働くと、ルーメン分割が流出してしまい、チラコイドの単離はうまくいかない。 氷在性膜や内在性膜は膜核分の残渣から抽出される。炭酸ナトリウムによる処理により氷在性膜タンパク質を分離し、海面活性剤や有機溶媒による処理により内在性膜タンパク質を可用化することができる。チラコイドは内空タンパク質の他に多くの氷在性及び内在性膜タンパク質を持つ。チラコイド核分のプロテオーム解析の研究により、 チラコイドのタンパク質組成がより詳細に理解された。これらのデータはいくつかのオンラインのタンパク質データベースで入手することができる。これらの研究によると、チラコイドのタンパク質は少なくとも335種類から構成される。そのうち89種類は内空性、116種類は内在性、62種類はストロマガーの氷在性、68種類は ルーメン側の標材性である。さらに、コンピュータを用いた方法により、存在量の少ない内空性のタンパク質が予測された。機能別に見ると、42%が光合成に関わるもの、11%がフォールディングの際のタンパク質標的に関わるもの、9%が酸化ストレスへの応答に関わるもの、8%が翻訳に関わるものであった。チラコイド膜には、 光合成の際の光需要や光化学反応において重要な役割を果たす内在性タンパク質が存在する。主要なタンパク質複合体には次の4つがある。高化学系2タンパク質複合体は主にグラナのチラコイドに、高化学系 i タンパク質複合体は主にストロマのチラコイドやグラナの外装に存在する。シトクロム B6F 複合体は チラコイド膜に平均的に広がっている。チラコイド膜上で2つの光化学系の存在する位置が離れているため、電子の運搬が必要である。このためには、プラスト機能やプラストシアニンが、可動型電子運搬体となって、電子を運ぶ。プラスト機能は高化学系通パク質、複合体からシトクロム B6F 複合体まで、プラストシアニンは、 シトクロム B6F 複合体から光化学系アイタンパク質複合体まで電子を運搬する。またこれらのタンパク質は光エネルギーによって電子伝達系を動かしてチラコイド膜を挟んで電気化学的勾配を作り出し酸化還元反応の最終産物であるニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸を作り出す。ATP 合成酵素は電気化学的勾配を用いて 光ン酸化により、アデノシン酸リン酸を作り出す。効果学系。編集詳細は、効果学系を参照これらの光化学系は、光で稼働する酸化還元中心で、それぞれが葉緑体及びカロテノイドや、フィコビリンタンパク質等のその他の光合成色素を用いて様々な周波数の光を受容する、アンテナ複合体から構成されている。アンテナ複合体は、 それぞれ250個から400個の色素分子を持ち、これらが吸収するエネルギーは、それぞれの光化学系中心が持つ特殊なクロロフィル A に共鳴輸送される。反応中心の2つのクロロフィル A 分子のどちらかが光を吸収すると電子が冷気して電子需要分子に転移する。高化学系 I は700ナノメートルまでの波長の光を吸収する。 P700 と呼ばれる1体のクロロフィル A を持つ。効果学系2は680ナノメートルの波長の光を最もよく吸収する P680 と呼ばれるクロロフィルを持つ。P は色素という言葉を縮めたものであり、数字はそれぞれの反応中心のクロロフィル分子が吸収する波長のピークをナノメートル単位で表した値である。シトクロム B6F 複合体。 編集、シトクロム B6F 複合体は、チラコイドの電子伝達系の一部であり、一体のプロトンがルーメンの中に取り込まれる。エネルギー的には二つの光化学系の間に位置付けられ、光化学系2プラスト機能から、光化学系 i プラストシアニンに電子を手にする。ATP 合成酵素、編集詳細は、ATP 合成酵素を参照チラコイドの ATP、合成酵素は、 ミトコンドリアの a t p アーゼと類似した、位1回 0ATP 合成酵素である。ストロマに突き出たチラコイド膜の CF-1 部いに埋め込まれている。そのため、ATP 合成は、光合成の暗反応が起こるチラコイドの、ストロマ側で行われる。電子伝達タンパク質のプラストシアニンは、流面内に存在し、シトクロム B6F 複合体から、 光化学系 I に電子を輸送する。プラスト機能は使用性でチラコイド膜内を移動するのに対し、プラストシアニンはチラコイドルーメン内を移動する。ルーメンには高化学系2のルーメン側とともに水を酸化する酸素発生複合体も存在する。内空性タンパク質はターゲットシグナルに基づき、コンピュータで予測することができる。白いネナズナでは、 タットシグナルを処理する最も大きいグループでは19%がタンパク質プロセッシングに18%が光合成に11%が代謝に7%が酸化還元の運搬や防御に関与するものだった。葉緑体は多数のチラコイドタンパク質を高度する独自のゲノムを持つ。しかしシアノバクテリアからの色素体の進化の過程で葉緑体ゲノムから 細胞核への後半の遺伝子転移が生じた。これにより、チラコイドの4つの主要なタンパク質複合体が部分ごとに葉緑体と細胞核の両方でコードされることになった。植物は科学量論的に適切な量を発現し、タンパク質複合体を組み立てるため、2つの別々の器官にコードされる異なるサブユニットの発現を共同制御する様々な機構を発展させてきた。 例えば、光合成装置の一部をードする細胞核ゲノムの転写は光によって制御される。チラコイドタンパク質複合体の構成、維持、分解は、チラコイド膜のレドックス感受性キナーゼによるリン酸化によって制御される。葉緑体に高度されるタンパク質の転写速度はエピスタシスによって制御される。この機構の中には過剰のタンパク質が葉緑体。 mRNA のご否転写領域に結合することによるネガティブフィードバックも含まれる。葉緑体には、光化学系 I と光化学系 I のバランスも重要である。チラコイド膜の電子を運搬するプラスト機能の酸化還元状態は、光化学系の反応中心のタンパク質を高度する葉緑体遺伝子の転写に直接影響し、電子伝達系のバランスを調節する。 チラコイド膜における光化学系反応チラコイドは光合成の光化学反応が行われる場所である。これには光による水の酸化と酸素の生成、プロトンと電子の勾配形成等が含まれる。詳細は光分解を参照光合成の第一段階では光により水を酸化し電子伝達系に電子を供給するとともにプロトン勾配を形成する。 水の回列反応は、チラコイド膜のルーメン側で行われ、光化学系によって捕獲された光のエネルギーが用いられる。この水の酸化反応によって、細胞呼吸に不可欠な酸素が廃棄物として生成される。生成された酸素分子は大気中に放出される。詳細は、電子伝達系を参照光合成では、以下の2種類の方法で電子伝達が行われる。 詳細は、化学浸透を参照チラコイド膜と、光化学系の主要な役割は、化学浸透圧を形成することである。電子伝達系での輸送は、電子のエネルギーを用いて、ストロマからラメラにプロトンを濃度を輸送する。光合成の際には、ルーメンは pH4 程度の酸性、ストロマは pH8 程度の塩基性である。これは、チラコイド膜を挟んで、 プロトンの濃度が約1万倍も違うことを意味している。プロトン勾配の原因、編集ルーメンのプロトンの供給源には、主に以下の3つがある。ストロマ内でナドップレダクターゼによりナドップからナットフを生成する際にも、プロトン勾配が発生する。ATP 生成、編集容力体内での ATP 生成の分子機構は、ミトコンドリア内での機構と類似しており、 プロトン駆動力が用いられる。しかし、揚力体では a t p 合成に必要なポテンシャルエネルギーをプロトン駆動力の化学ポテンシャルにより大きく依存している。プロトン駆動力はプロトン勾配によるプロトンの化学ポテンシャルと膜を挟んだ電位の総和である。電化の分離による膜電位がかなり大きいミトコンドリア内膜と比べ、チラコイド膜では電位勾配は ほとんどない。これを埋め合わせるために、ミトコンドリア内膜のプロトン勾配が10倍程度で、あるのに対して、チラコイド膜のプロトン勾配は1万倍にも達する。結果としてのルーメンとストローマの間の電気、化学的勾配は、ATP シンターゼを用いた、ATP 合成に十分なものとなっている。プロトンが、ATP シンターゼのチャンネルを通って勾配に沿って、元に戻ると、 a d p パイが結合して ATP が生成する。このような機構で光化学反応はプロトン勾配を通じ ATP 合成と強調しているシアノバクテリアに含まれる。チラコイドシアノバクテリアは高度に分化した膜系を持つ光合成原核生物である。シアノバクテリアは内部にチラコイド膜を持ち、そこでは光合成と呼吸の電子伝達が行われる。 別の膜系の存在もあり、シアノバクテリアは、細菌の中でも、独特の細胞となっている。シアノバクテリアは、膜の再構成、新しい膜脂質の合成、正しい膜へのタンパク質のターゲティングが可能な、はずである。細菌外膜、原型質膜、チラコイド膜は、シアノバクテリア細胞の中でそれぞれが特殊な役割を、果たす。膜系の組織、機能、 タンパク質構成等を調べることは、シアノバクテリア細胞生物学の大きな課題として残っている。ありがとうございます。